あるんですね。なるほど。今のところね、タイガーマスク選手なんかマスカラスの攻めに合わせたような攻めを返してますね、さあ、どの選手でありましょうか。さあ、おっと、うまく飛び上がってキックを放ちました。春園田がキックを広斎藤の顎の先端に命中。もう1回連続技、タイガーマスクも行きました。このコンビネーションはいいですね。そうですね、今のところノータッチですがね、はい、巧みにレフリーのブラインドをついて、まあ、ああいう作戦もね、タッグマッチでは許されていいですよね、はい、さあ今度は回ったフランスクロスアタック、ゆるマスカラスがここで登場してまいりました。相手は春園田だ。さあ、いよいよ空を飛ぶ、人間の空を飛ぶゆるマスカラス。あー、今度はちょっとタッチプレーが早いようだが、トップロープに上がって狙っている。空を飛んだ、ミルマスカラス、ミルマスカラス、カウントスリーが入りましたか。カウントスリーが入りました。やはりミルマスカラスです。セカンドロープからトップロープに上がるその足の速さ、そして跳躍力、川さんいかがでした今のフライングボディアタックは。そうですね、やっぱり要所だけね、もうこの場所という時にやっぱり決めましたね。そうでしたね、途中にその飛ぶようなことはしないでですね。